リニア中央新幹線の工事による水への影響を議論する国の有識者会議が昨夜開かれました。 JR 東海の想定通りならばと条件付きで議論が進んだことに県の難波副知事は注意が必要だと指摘しました。国土交通省の有識者会議は昨日が7回目で、 JR 東海はトンネル内に湧き出た水を大井川に戻す方法などを説明しました。有識者会議は今の時点で JR 東海が想定するトンネルへの湧水量が毎秒3トンで収まれば、工事完了後はすべての水を大井川に戻すことが可能な計画だと確認しました。会議に出席した難波副知事はあくまで条件がついた結論であり、水がすべて戻せると誤解されかねず注意が必要だと指摘しました。与える印象というのはやっぱり拙速感というのはあると思うんですね。あくまでこれは条件がついてこうだということですので、そこをご理解いただければと思います。また工事中に大量の水が湧き出た場合に県外への流出をどう防ぐのかという大きな課題も残っていて、この議論は次回以降に持ち越されました。